さん、こんにちは。延岡市長の嫁山です。コロナウイルス、本当に大変なことになってしまっています。子どもさんの学校の問題、そしてご家庭でのさまざまな過ごし方、さらにお仕事や授業を経営されている皆様方におかれましても、大変深刻な状況が折り重なっている。私どもとしても全力でできることは全てやる、その姿勢でこの度第1次の緊急対策もまとめましたので、本日はその説明もさせていただきたいと思います。そしてまた皆様方、ご不安が集っておられると思いますけれども、実は身を守るためにやるべきこと、簡単なことなんです。何か、それは手洗い、うがい、咳エチケット、この3つをですね、とにかく手を抜かず愚直に守り続ける、これをみんなが一人一人がやっていれば感染することはありません。ですから難しいことじゃないんです。これをやり続ける、一緒に頑張っていきましょう。それからですね、人と集まるとき、3つの密という言葉をぜひ思い出していただきたいと思います。3つの密というのはですね、密閉、密集、密接、これを避けるということです。3つの密を避けて人と会う、このことも徹底して繰り返し繰り返し守り続ける、それさえやっておけば感染することはありませんので、ぜひ皆さんそれを続けてください。それからもう一つだけお願いがあります。それは何かと言いますと、不確かな情報、嘘やデマを他の人に絶対に流さないでいただきたい、そういうことなんです。正確な情報は市、県、国のホームページなどで確認をできますので、その市も県も国もホームページに載せてないものは嘘です、デマです。ですからそういうことを確かめることなくですね、他の人に、まあ、言ってはなんですが、知ったかぶりんごとですね、こんぎじゃけなあんぎじゃけな、絶対にやめていただきたいと思います。正確な情報を市もホームページなどで、あるいは報道機関を通じてスピーディーに必ず皆様方にお届けをいたします。そしてホームページも夜中でもリアルタイムで更新するように全力で頑張っていきます。そして何より申し上げたいこと、延岡市は絶対に情報は隠しません。それを信じてください。不確かな情報、嘘、デマを他の人に確かめずに広げないでください。よろしくお願いいたします。それではこの緊急対策第1弾ですが、早速ご説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらのパネルをご覧いただきたいと思います。それでは第1弾の緊急経済対策、具体的にご説明をいたします。まずですね、税金とか水道料金などの公共料金、この納付が困難となられた方につきましては、ぜひ市役所のそれぞれの担当セクションにご相談をいただきたいと思います。保育料ですとか、そういった下水道、介護保険料、市営住宅の使用料などなど含めまして、ぜひご相談に来ていただければ、あるいはご連絡をいただければと思います。ここに電話番号が書いておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。それからですね、事業所の皆様方に対する応援の概要であります。1点目ですけれども、緊急の貸付制度、これを延岡市は延岡商工会議所と連携して行うことにしております。今回政府のさまざまな無利子、あるいは無担保の融資が行われることになりましたけれども、実は申し込みをしてから実際に融資が行われるまで混雑をして時間がかかる、そんな現実があります。それまでの間に資金が足りなくなってはいけませんので、そのつなぎ資金、まあ、1箇所あたり100万円が限度額になっておりますけれども、無利子で商工会議所からお貸しをする、その原資を延岡市が提供しております。総額で1億円予算を組んでおりますので、ご利用いただきたいと思います。それから2点目です。県がこの度緊急融資制度を設けましたけれども、この利息につきまして、上限 1% までは延岡市が10年間補助を、いわば支給をさせていただきますので、本当に無利子に近い形でお借り入れができるような対策になっています。それから3つ目です。雇用維持緊急支援事業ということで、ご存知の通り学校が休業になっている間、保護者の皆様方がお仕事を休まれる、その分のお給料どうなるのか、あるいは急に売上が減ってしまった給料は大丈夫なのか、その辺につきましては、それぞれの企業さんが国の労働局というところを通じて、この国からのお金を受給受けるお金をもらうことになるんですけれども、その手続き、実は宮崎県内では宮崎市内の宮崎労働局1箇所でしかできないことになります。
しかもいろいろな書類を作らなければなるし、その応援ということで、例えばこの社会保険労務士さんなどそういう専門家の方にお願いをする場合には、その3分の2以内、上限10万円でその手数料を延岡市が補助させていただく、その仕組みを今スタートしているところであります。同時にですね、毎週土曜日は社会保険労務士さんが市役所2階の何でも総合相談センターで相談を受け付けておりますし、また平日も何でも総合相談センター毎日入っておりますので、ご相談をいただきましたら詳しい説明をさせていただきたいと思っております。それから子どもたちの学び、あるいは子どもたちの食事の応援であります。まずですね、無料で自宅でオンライン学習ができる、この仕組みをすでにスタートさせております。4月の30日まで、可能になっております。リクルートスタディサプリという仕組みを使いまして、アカウントを無料で学校の方から皆様方にお渡しをしますので、そしてログインしていただくということになります。その仕組みもすでに動いていること、それから図書館ですね、この機会ですからせっかくですので本を読んでいただく時間に当てていただければということで、予約していただいたら貸し出しをする、あるいはご年齢とか大体関心のある分野だけをおっしゃっていただきますと、何が入っているかわからない福袋ですね、3冊入っている福袋、それをまたお貸しするということも今すでに行っておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。それから子どもの食事支援ということで、4月6日までの間ですね、市内の子ども食堂の関係者の皆様方をはじめとして一緒に無料で食事を提供しようという方と延岡市が連携をして食事の支援も行っているところでございます。詳しくはそれぞれの担当課にお問い合わせをいただきたいというふうに思います。それからですね、3月の下旬から4月の上旬というのは転勤、転居、引っ越しなどが重なる時期であります。市役所にはですね、たくさんの人が来られて窓口が混雑します。ここが感染源になってはいけません。ですので、できるだけ市役所に来ない形で手続きをしていただける方についてはしていただこうということで、ここに書かせていただきましたけれども、郵便で、あるいはウェブで、スマートフォンとか、そういうのも含めて手続きができるもの、これだけのものが手続きをできますので、この丸がついているところですね、来なくてもできるものがありますので、ご利用いただきたいと思います。それから例えば期限が切れてしまう、そういうものについてもですね、期限が過ぎても大丈夫なように、私どもの方でこの丸がついた書類については期限切れでもちゃんと手続きができますので、混雑の時期を避けて、手続きを行っていただきますよと併せてお願いしたいと思います。ちなみにそうは言いましても、土日も含めてですね、私ども皆様の手続きをさせていただこうということで、3月の25日から4月の7日までは、平日はですね、通常は5時15分までなんですけど、夜7時まで市役所は空いております。そしてまたですね、土日も朝8時半から夕方5時15分までは手続きができますので、ぜひご利用いただきたいと思いますけれども、くれぐれもですね、熱があるとか風邪の症状がある方は来庁していただかないように自粛をお願いしたいと思いますし、あるいはそういう症状がない方でも、やはり感染を少しでも避けるというためには、このなるべく来なくてもできる手続きはスマホだったり郵便だったり、それをぜひ活用していただきたいと思います。これらが大まかに言いますと第一弾の対策ということになります。しかしながら、私どもこれだけでは足りないと思っています。現在政府が新しいまた対策を30兆円の規模で講じるという報道も流れておりますので、それが明らかになりましたら第2弾の対策、迅速に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また経済対策の一つといたしまして、現在ふるさと納税の仕組みを活用いたしまして、事業者支援特設コーナーというのを設けることにしております。これはふるさと納税のですね、返礼品を募集するということになるんですけれども、特に今回のコロナウイルスのですね、関係で非常にダメージを受けている事業者さん、なかなかお客さんから注文が来ないという皆様方などですね、積極的にこの返礼品の応募をいただきまして、そうしますと私どもの方でインターネットとかポータルサイトなどにですね、この事業者支援特設コーナーという特別のコーナーを設けまして、ここをクリックをすると皆さん方の製品商品にすぐつながると、そのような仕組みを設けさせていただこうと思っています。ふるさと納税ですね、現在1年半でですね、5倍を超えるペース、6000万円台だったものが今3億5000万を超えるという非常にいいペースで
で今もですね、ふるさと納税おかげをもちましてどんどん増えておりますので、この仕組みを使ってですね、ぜひ本当に経済的に深刻な状況にある事業者さん、少しでも応援させていただきたい、そのように考えております。連絡先はですね、0982-34-7833、ふるさと納税プロモフードプロモーション推進室、こちらの方にお問い合わせをいただいて、ぜひ皆様方の本当にさまざまな製品、商品を返礼品として加えさせていただいて、応援させていただければと思います。合わせましてよろしくお願いをいたします。大変な状況が続いておりますけれども、今までの人類の長い歴史を振り返ってみますと、実はこういう疫病何回も乗り越えてきているんだと思います。例えば日本の歴史を見てみましても、奈良時代にですね、天然痘が大流行しまして、都で多くの人が死んだという記録があります。当時藤原一族が全盛期でしたが、藤原一族のほとんどの方がこの天然痘で亡くなった、そんな記録もありますけれども、それもちゃんと収束をしています。それからまた日本が黒船の後開港しまして、そしたら実はコロリと呼ばれるコレラが大流行した、このようなこともありましたけれども、なんとか収束をさせています。さらに大正時代、スペイン風邪と呼ばれる病気が全国世界中本当に広がっていきました。日本でも皇族の方までスペイン風邪で命を落とされる、そんな被害もあったわけですけれども、これもちゃんと収束を迎えています。つまり人類の長い歴史の中で収束しなかった病気はない、これが歴史が証明している事実であります。ですので本当に大変です、本当に心配です。ですけども皆さん力を合わせて、なんとか乗り越えて乗り切っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。そして乗り切る上ではですね、本当にあれもダメこれもダメ、我慢ばっかりじゃ現実にはきついという実態もあります。そこでですね、最後に皆さん方にお願いがありますので、ちょっと一つアイデアをいただきたいという募集をさせていただきたいと思います。こちらです。ここに書いてございますけども、新型コロナウイルスの対策としましてですね、自宅でもできる体操、レクレーション、あるいはですね、こう楽しい時間の過ごし方、このアイディアを募集させていただきたいと思います。皆さん方のですね、本当に日頃やってる経験から、こんなことやったらいいんじゃないか、ぜひ募集をさせていただきまして、そしてそれが選ばれた方にはですね、ご覧いただきましたように本当に副賞で、3万円の商品券も贈呈させていただこうということであります。そして同時にですね、そのアイディアを本当に市民の皆さんに広めまして、皆さんが本当に我慢をしながらも耐えながらも、しかし楽しく元気に過ごしていただける、そんな延岡市民の新しい暮らしの仕方、ぜひお力をいただきたいと思います。アイデアをお知恵をいただきたいと思います。お問い合わせはですね、ここに電話番号を書いてます。22-7072ですね、 22-7072 までお電話いただければありがたく思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。皆さん力を合わせて乗り切っていきましょう。頑張りましょう。